皆さん、この子たちが美味しい時期がやってきました。こんにちは、榎本美沙です。みょうが、美味しい時期がやってきました。私、青じそも大好きなんですけれども、みょうがも大好きでですね、今からの時期、ちょっとふっくら美味しそうなみょうがとか、たっぷり入って袋で安く売ってるみょうがとかですね、見かけるとついつい買ってしまうんですけれども、今回はですね、この美味しいみょうがを使ったみょうがの甘酢漬け、ご紹介したいと思います。そのままポリポリね、おつまみとして食べても美味しいですし、刻んで混ぜご飯にしたりとか、おそうめんに合わせたり、漬物にしたり、あとチーズ焼きというですね、ちょっと変わった食べ方でも美味しく食べられます。ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。では材料の説明です。まずみょうがになります。そしてお酢、きび砂糖、塩になります。ではまずみょうが切っていきます。みょうがはですね、少し先っぽが硬そうだったら切り落として、縦半分に切っていきます。みょうがを茹でます。お湯を沸かしてですね、みょうが入れていきます。こちらでですね、20秒ほど茹でます。色がね、このように退色してしまうんですけれども、後で漬けると鮮やかになりますので大丈夫です。では時間になりましたので揚げていきます。こちらでですね、ザルに揚げて粗熱を取ります。そしたら保存容器ですね、清潔なものにお酢、そしてお砂糖、きび砂糖ですね、なければ普通のお砂糖でも大丈夫です。を入れて混ぜます。砂糖をね、溶かすように混ぜていきます。はい、お砂糖が溶ければ OK です。すいません、塩を入れ忘れましたので、お塩もここで加えて一緒に混ぜます。お砂糖と同じタイミングでね、入れていただいて大丈夫です。お砂糖と塩が溶けたら OK です。そしたらですね、みょうがの粗熱が取れたら、こちらの水気を絞ります。ペーパータオルなどを使ってですね、こう水気をしっかりぎゅーっと絞るようにしてください。そして水気が絞れたものは、先ほど作ったですね、甘酢に入れていきます。しっかり水を絞ることで、甘酢の味がね、みょうがにしっかり入ります。そしたらですね、ちょっと下の方鮮やかになってきてますね。こちらでみょうがをこのように入れて、で全体にね、汁が行き渡りやすいように上にラップを敷き込みます。そしたらですね、こちらで蓋を閉めて冷蔵庫で一晩置きます。はい、一晩経ちました。そしたらですね、開けて中を見てみたいと思います。よいしょ、あ、すごい、すごい綺麗な鮮やかなピンク色になってます。はい、こちらで完成です。はい、ではみょうがの甘酢漬けいただいてみたいと思います。いただきます。いやー、美味しそう。さっぱりして最高に美味しいです。これこのまま食べていただいてもいいんですけれども、みょうがが余計な水分がなくてですね、味が入ってるので、炒め物にもおすすめです。豚肉と一緒にね、炒めていただいたりするととっても美味しいんじゃないかなと思います。あとはですね、刻んで混ぜご飯にしたり、ちょっと焼いたりしても美味しいと思いますので、よかったらいろんな楽しみ方で楽しんでいただけたらと思います。今日はですね、
ちょっと変わった食べ方一つご紹介したいと思います。ちょっとやってきます。じゃーん、見てください、みょうがのチーズ焼きになります。わー、いただきます。うわー、美味しそう。うん、あっこ、うん、おいしい。これはですね、おつまみにもぴったりかなと思うんですけれども、みょうがの甘酢漬けの、しっかりさっぱりした感じとチーズのコクのある感じがすごくよく合います。おいしい。あ、そうそう、これどうやって作ったかっていうと、とっても簡単。さっきの甘酢漬けをですね、耐熱皿に並べてチーズを乗せてトースターで焼いただけです。言うの忘れてましたね。なんですけど、簡単なんですけどとっても美味しい。お、いっぱいチーズ取れた。食べちゃおう。甘酢漬けとチーズが合うとは、騙されたと思って、ぜひやってみてください。とっても美味しいです。今回はですね、私も大好きなみょうがを使った甘酢漬けご紹介しましたけれども、私夏の薬味大好きで、みょうがの他にも青じそを使った青じその醤油漬けご紹介してます。よろしければそちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。これからも季節に合った料理、発酵食品を使った料理、いろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。